タイヤバームクーヘンです。ただいまですね、足立区保木場2丁目に来ております、ここにですね珍しい公園があるのでちょっと散策したいと思います。皆さんこれ何の木か分かりますかね、これユーカリの木ですね。これズドーンとですねあります。ユーカリの木がですねズドーンとね植わってるわけですよ。ユーカリの木がねいっぱい植わってるんですよ。こうでなんかね切り株があるからね切っちゃってんですよね。ユーカリの木を残念ですよね。これ木を切っちゃってるっていう、なんで切っちゃってんだよなこれって思っちゃうな。前席前席公園って書いてありますね。これユーカリとこのコアラですね。こんな感じの公園なんですけども、まあちょっとこうやってお見せするとですね、木がでもね切り株になっちゃってるんですよね。ユーカリが昭和40こんな感じですね。コアラズドーンとですねありますけども、この木何の木、気になる木ですよね。これユーカリの木ですよ皆さん。ユーカリの木ですこれ。なんか白い木ですね。これなんかねユーカリの木ってなんか燃えやすいっていうですねあれなんですよね、感じなんですよ。燃えやすい木って言われてるんですよね。これもユーカリの木ですね。ドドーンとですね、これ保木場2丁目ですね。ちょっと車検ですね、自動車税払ってきた帰りにちょっと立ち寄りましたけども、まあそんな感じのイチョウ公園でございます。はい、ぜひ見てみてくださいね。通ったら皆さん気づくと思います。はい、どうもありがとうございました。